そうなの？鬼川さん。鬼川さんと来たか。窓かでいいって、窓かで。うん、私のことも名前で呼んでほしいな。勝利だったのに。逆転？続けられなくなったのにどうやって？はい、そこさきさん、お静かに。外からすごい声が聞こえてたね。何をしてたの？ええ、実は決闘よ。決闘？気にしないで、ただのバドミントンだから。バドミントンの決闘なんだ。幸せスマッシュのせいでね。どこが良い勝負だったのかわからないけど。驚いたっしょ。幸せスマッシュ？どんな技なの？決まれば一撃必殺の大逆転が狙える大技なのだ。試合が続けられなくなったのは認めるわ。だあ、やかましい。細かいことは気にするな。こう、全身の力を使ってピンをかけて、その結果、シャトルじゃなくてラケットが飛ぶの。言うな。人がいたら謝りなさいよ。誰にもぶつかってないといいけど。聞いてよ。ええ、どこまで手伝えるかわからないけどね。任せろ、私がいる。面白いね。
ね。自己紹介してくるね。こんにちは。はい。ちゃんって言うんだ。かわいいね。私は綾瀬なずな、転校生だよ。はい、黒崎エルです。よろしくお願いします。うん、よろしく。うわー、かわいい。ありがとうございます。もっと変な人に言われたら綾瀬先輩がかわいそうです。そうそう。しかも自覚ないんだから。図書室に本を返しに来たの。お兄ちゃんは？ちょっとちょっと、おもりってあれ、枝くんの妹さん？
わかった。奥村くんたちと同じで。そんな違いますってば。え、そんな赤くなってなんかませんよ。呼ばせてもらってます。そうだったんだ。引っ越してからできた妹さんかなって。私そんなに小さいですか？あ、ううん、そうじゃなくて、うん、確かにこんなに大きな妹さんがいたら知ってるはずだもんね。先輩は昔からお兄ちゃんを知っていたんですか？うん、幼なじみなんだ。じゃあきっと苦労されましたよね。うん、慣れるまで大変だったよ。私のお姉さんですね。そうだね、よろしく。はい、よろしくお願いします。すねない、すねない。てるんじゃなくて、はい、それでは綾瀬先輩、さようなら。またね。
曜から私もお世話になる教室だね。休み中に届くって。こっちの制服ってかっこいいね。お父さんの転勤で家がこの町になったから。だけどそんなに偶然でもないかも。お父さんのお勤め先が君のお父さんと同じところになったの。だから、お父さんもよろしくね。近くに座れるといいね。賑やかだね。なずなさん、綾瀬なずなさん、職員室まで来るように繰り返します。いきなり遅刻しちゃった。いいから早く。
遅れてすいません。綾瀬夏菜です。そっちは知ってる。綾瀬夏菜、本来なら罰則者だから今度からは遅刻しないように。はい、すみません。うん、まあそうかもしんないけど、どっちにしろいいよ別に。ところで綾瀬。はい。パソコンできる？今のがとどめになったようだな。さようでございますか。お悔やみ申し上げます。はい。まどか。え、あれ、おかしいな、おかしいな。自信ありげに間違えないでよ。壊すまでやらないの。何も映らなくなっちゃったじゃない。マニュアルによると、ダメです。ここまでひどいと元の状態がわかりません。この破壊音に触らせたのがそもそも間違いだったわね。実は褒めてないでしょ。ある意味すごいわ。おお、実はだな。おはよう、枝くん。だってだってだって、よくやった、綾瀬夏菜。すごいです。うん、うちの学校にもあったから。でもここまでなってしまったものを一瞬で直すなんて。はい、私のせいです。いらない。うん、まるで機械の声が聞こえているかのようだ。見事ですわ。そんなにすごくないかな。うん。ほら静かにしろ。紹介するから。綾瀬、こっちへ来い。喜べ、男子。
から喜べ。噂の美少女転校生だぞ。イエーイ、美少女。では自己紹介だ。さあ遠慮はいらん。遠慮とかそういう問題ではなくて、頑張れ。はい、ナズナです。よろしくお願いします。季節が過ぎて草坂道走って行けば、空から舞い降りた風を受けて、いつもと違う景色に心だと